はい、レオンチャンネルです。たった今劇場版仮面ライダードライブのサプライズフューチャーを見てきました。いやー、言いたいことがいろいろあるんですけど、何を言ってもネタバレになっちゃいそうですから詳しいことは言えないんですが、とにかく泊まりしんのすけが熱い。それに加えて映画の内容が本当によくって、いや神映画でしたね。もう僕は早速2回目を見に行こうと思います。まあサプライズフューチャーも面白かったですし、まあ、これが1時間で、こっちのアッパレ忍法帳が30分。まあ、これも相当アクションがすごくって、中澤監督だったので、忍者の所作というか、一個一個の動きが本当にかっこよかったですね。まあ、ストーリーはいつも通り明るい感じで、まあ、とにかく今回はサプライズフューチャーが良かった。もうダークドライブとかももう超かっこよかったですしね。これアーツで出てくれませんかね。絶対出てほしい。パンフレットを600円で買ったんですけど、可愛いファイルがあったのでこれも買いました。さらに入場者特典の真夏の最強トリプルパック、これもゲットしましたので、早速中身を確認しましょう。まず真夏の最強トリプルパックはこのような3種類のものが入ってて、ドライバーズライセンス、忍者弟子入り認定証、劇場限定のガンバライジングカード。ドライバーズライセンスは、しんのすけか、ゴーか、チェイス。この3つのうちどれかが入ってて、弟子入り認定証は、赤忍者か、スター忍者か、ニン忍者バージョン。ガンバライジングカードは、ドライブか、マッハか、チェイサー。弟子入り認定証とガンバライジングカードは、割とどれが出てもいいんですけど、ドライバーズライセンスは、CM の、笑顔のチェイス。あれが、絶対、欲しい。チェイスバージョンでも聞くところによるとレアらしいんですよね。なんかほとんどがしんのすけの免許が入ってるらしくって、なかなか出ないっていう噂なので、出すことができるんでしょうか。それではトリプルパック開けましょう。チェイスチェイスチェイス。では中身をチェックして、3枚のカードが入ってますので、上から順に出しましょう。せーの、まずは何が来るかな。お、あー、ドライバーズライセンスは、泊まりしんのすけでした。あー、いいんですけど、やっぱりチェイサーバージョンが欲しかった。はい、表側はこのように、結構ちゃんとした免許証風のカードになってて、条件と何度壊れても走り出す胸のエンジン、トップギアの脳細胞、そして裏返すとドライブとトライドロン。ってことで、僕は泊まりしんのすけが当たりました。やっぱり出やすいんですね。かなりしっかりとしたプラスチックカードで、なかなか分厚い。では、2枚目は忍忍者かな？赤忍者かスター忍者か忍忍者。どうせだったら忍忍者バージョンがいいですかね。せーのーよ！認定証は、スター忍者でした。弟子入り認定証。今日からお前もラスト忍者の弟子じゃ。お、いいんすか？弟子は取らないってはずなのに、認定証をもらっちゃいました。映画を見てくれてありがとう。今日から忍忍者と一緒に忍タリティを高めよう。忍ぶどころかパーリナイ。裏返すと、サインじゃ。では、最後のガンバライジングカードは、誰でしょうか。はい、ドライブのトライドロン。このようなカードが入ってました。サプライズフューチャーって書いてあって、番号はプロモーション D の101。ノーマルで、スペックはこのようになってて、マークはこう。属性はパッション。バーストすると、お、これはなんだ？タイプトライドロンのアタック 1,2,3 のスパイクが攻撃してますね。へえ、変わった絵柄。バースト時のスペックはこうで、ファンデルみたいな感じになってますね。ということで、僕のトリプルパックはこの3枚でした。ではクリアファイルも見ましょう。定価は800円で、表はこうで、赤色をベースに、デッドヒートマッハとか、チェイサー、マッハ、タイプトライドロン、タイプスピード。いろんな SD サイズの可愛い絵柄になってて、裏返すと、こっちもいいですよね。キリコ、シンノスケ、チェイス、ゴー、ハートとブレン。なぜか、メディックはいない。サイズは A4 サイズで、2枚セットのファイルですから、広げると、このように、1つのビニールの中に2種類入ってますね。赤い方は表も裏も絵柄は一緒ですけど、白い方はこんな感じで微妙に絵柄の雰囲気が違いますね。ちゃんとナンバーも載ってます。000、003。
ハートは002。メディックも入れてほしかった。はい、ということで、真夏の最強トリプルパックと劇場限定クリアファイルを紹介しました。今年の夏の映画は本当に面白いですし、かなりちゃんとした認定証とかライセンスももらえますので、ぜひ見に行ってください。以上、劇場版ドライブ&ニンニンジャーの真夏の最強トリプルパックの紹介でした。